じゃあ、また今回も引き続き選択肢やっていきたいと思います。でも今回は七瀬がいないのかな、多分。ひなやは教室、作業部屋にはアン、純子先輩。アン先輩はアンの家で、アン先輩の家に行くまあなんかいろいろ楽しそうな選択肢がありますが、まあほぼやっぱとっさんはさ、作業部屋に行くか校門、まあ校門つっても校門で拾っていくというか合流してから作業部屋に行く流れしかほぼ基本的にはないよね。教室とか基本用事ないもんな。じゃあ今回も行きましょう。とっさん今回で何回目、1,2,3,4,5 回目くらい。その日作業場に、来た作業場に来たとっさんは眠そうな顔をしていた。とっす、お前大丈夫か。大丈夫、ちょっと徹夜しただけ。なんで、昨日は動画の書き出しくらいしか作業なかったろう。レンダリング中にエラーが出た。原因がわからなくていろいろやってたら朝になってた。そういう事情じゃしょうがないよな。まあエラーとか出ると本当に困るよね。正直それがどういう事情なのか全然わからないけど、アン先輩がしょうがないって言うならしょうがないのかもしれない。今日無理をしてこなくてもよかったんじゃないかしら。今日は今日でやらないと後で困ることがいろいろあるから。スケジュールを守ってくれるのは嬉しいんですけど、とっさんバイク大丈夫なんですか。駐車場側の入り口は学生が使わないから目立たないというのもあって最近は迎えにも出てなかった。今日はさすがに車で送り迎えしてもらう。それなら一安心だ。そしてエラーの原因は何だとかフレームレートの話とか難しい話を始めるアン先輩とトスさん。そうやってるとアンが賢い子に見えるわ。どういう意味ですかそれ。うちは自分の作ってるもののことはそれなりに詳しい方ですから。すごいな、動画作るのってやっぱ数学とか必要になってくるんですか。どうだろう、むしろ模型作るときの方が数字は気にすることが多い。そうだな、割と PC 任せにできるところ増えたけど、その場で計算できた方が早い作業は多いな。アン先輩の作業場にはメモとジムで使ってそうな電卓が置いてある。そこに数字や計算、製図のメモなんかもあって、やっぱり俺たちの絵とは画面の作りの考え方が違うんだなと思う。確かに、ちょっと違うけど、まあ俺も図面描くときとかは割とそういうデータをさ、その、なんていうの、よく使うデータを入れてるやつと分けてるとかさ、だからいろいろあるよね。まあ手書きのやつもあるし。トス、お前肩凝ってるな。ちゃんとほぐしておかないと寝てるときにいきなりつったりするぞ。俺もよく足つるよ。アン先輩がトスさんの肩を揉むけれど反応が鈍い。寝てるときにつったことはないけど。え、嘘、マジで。急に背中の方がビキーってなったりしない。アン、それはモテる者特有の悩みなのよ。菅野先輩が静かに諭すように言うけれど、その表情はこっちからは見えない。そしてアン先輩が助けを求めるように俺の方を見る。俺も足つったことはあるけど背中はないですね。まあ、背中つったりはほとんどしたことないよね。本当になんかすっごい運動不足の時とかならワンチャンあるかなぐらいだと思うけど。そしてこの話は俺の方からはこれ以上 しづらい。それはともかく、桜田さん、くすぐったい。マッサージに全然なってない。人の肩ってどうやって揉めばいいんだ。アンは自分の体はどうしてるの。風呂上がりに胸を机に乗っけて、重みとかを全部任せたままアニメとか見てケアしてますけど。桜田さんの背が低い原因は胸の重みに引っ張られてる可能性が。1キロやそこらで伸びなくなるものなのか。いや、1キロあるんですか。常に肩から1キロ以上の負担をかけてたら
伸びなくなってもおかしくない気はするわね。静かにショックを受ける様子のアン先輩、俺はかける言葉がない。ダンスとしてかけられる言葉もない。カンの先輩はマッサージとか体のケアとか気をつけてそうですけど。ストレッチや普段の運動は気をつけているけれど、マッサージは全然ね。ほら、私握力がないから。まあ握る力はいるよね、ある程度。この間は道具使っても醤油の瓶が開かなかったんでしたっけ。ゴムでできた瓶の蓋を開ける道具があるのだけど、そういうものを使っても覆せない非力さを発揮したという。そしてなぜか3人の視線が俺に集まる。あなたはきちんと運動してる方を、それとも桜田さんみたいに自然に任せている方。自然に任せる。アン先輩はこれで割と丈夫というか、かなりタフなので、そのポテンシャル任せに無理をしてる人だ。趣味で散歩はしてますけど、そのくらいですかね。この間双子が後輩が散歩に出ると2時間くらい戻ってこない時があるって言ってたな。趣味なんて。デジカメ片手に適当に出かけて、本当に適当にぶらついた後にスマホで帰り道を調べて帰ってくる感じだ。あとは去年までは両親の肩揉んだりはしてましたけど、自分には全然ですね。父さんの風呂上がりに頼まれてやってた感じだ。参考までに普通に肩揉んだりするのってどういう風になるんだ。どうなんだろう、女の子ってやっぱりなかなか親の肩揉みとかする人はするよね。割と俺結構、まあ結構って言うとあれやけど、言われたらやってたけどな。え、いや普通にやってただけですけど。なんとなくでできてしまうと人に説明ができないものよね。羨ましいわ。予想外の方向からそんなことを言われた。そしてアン先輩に手招きをされるけれど、まさかここでやれというのだろうか。え、いや誰にやれって言うんですか。どす、いやうちでもいいけど。けれど目の前でとっさんが髪を束ねて静かに受け入れ体制受け入れ姿勢をとっていた。なんだろうな、このなんだろうな。言いたいことはみんなわかるよね。俺の言いたいこと、本当に触っていいのかという思うけれど、ここで変に意識した方が悪いことを考えてる雰囲気になるのをひなとあやという経験上知ってる。俺は余計なことを考えないようにとっさんの肩に手を置く。うわ、本当だ、ちょっと張り方がひどいですよこれ。普段を知らないけれど、それにしてもこわばってる感触が伝わってくる。素人があんまりやると揉み返しとか来て後で痛いんですけど、ゆっくりと力を入れずに緩めるような気持ちで肩を揉む。すみません、痛かったですか。痛くない、大丈夫、気持ちいいからもうちょっと。あんな声出されるとやりづらいんだけど、ここで止めるとどうなるか経験上知ってる。俺は再度余計なことを考えないようにして肩に手を置いて動かし出す。もうちょっと強くても平気。めちゃくちゃやりづらい。そして俺の内心が分かってるだろう、菅野先輩が優しい笑みを浮かべていた。あの人間違いなく内心で楽しんでる。大丈夫なのか。ドス、なんかうちの時と違ってめっちゃ声出てるけど。大丈夫。池永くん上手、気持ちいい。みんな目をつぶって聞いちゃダメだよ。これは続けてもいいものなのだ、今なのかどうか。血行が良くなったのか、うっすらと汗ばむとっさんのうなじや赤みを刺す耳元を意識してしまう。これ以上はやめときましょう。俺も親以外にやったことないから加減がわからないんで。
手を止めるとトスさんが静かに俺を見てくる。どことなく不機嫌そうにも見える。そうね、体がこわばってる時は全身をきちんと伸ばしていった方がいいし。あら、あ、うん、今日先生に呼ばれてなかった？壁にかかった時計を見て先輩が悲鳴じみた声を上げる。うわ、スマントス、ちょっと行ってくる。多分30分くらいしたら戻るから。なんかプリントを持ってアン先輩が早足で出て行ってしまう。私も用事があるから一緒に行こうかって思ってたんだけど。池永くん、ちょっとお留守番お願いね。そう言うと菅野先輩もバインダーファイルを持って先輩を追いかけていく。残されたのは俺とトッサンだけ。そしてトッサンは肩を揉むのをやめた俺をじっと見てきてるままだ。肩だけじゃなくて背中もやってくれると嬉しい。あ、いや、それは大丈夫、他の人には言わないから。それはつまりトスさんもそれが場合によっては恥ずかしいと分かってて言ってるってことだ。やってくれたら褒めてあげる。嫌だって言ったらやる気が出なくなるかもしれない。小さく悪い顔で笑うトスさん、マネージャーとしてはなんかやらざるを得ない感じにさせられてる感じが。脅すなんてひどいですよ。そう、脅してる。それでどうするの？もてあそばれてる感がありますね。これはいけるか、ギリギリ頑張れ俺。もしかしたら雲あるけど、どっちだろうね。俺の判断に任す。もしくは再アップしている可能性があるけど、みんなそういうことだ。よく考えたら特に困ることもないというか、とっさんがいいならいいかと脅しに屈した形になったけど、ちょっとスカートまくれ上がりすぎじゃね。マット代わりにもともと座ってたアン先輩の寝袋の上にうつ伏せで転がったとっさんの肩から背中を揉みほぐす。まあ肩から背中までは良かったんだけど。もう少し下の方も続けて。これ以上下はいろいろダメです。腰のあたりに来て入った追加オーダーにはさすがに答えられない。ここから下となるとスカートに覆われた部分になってしまう。なんかここアップにされると結構困るんですけど。さすがにとっさんもこれ以上はと思ってるのか、伸びたままで無茶を重ねてこない。確かにそれ以上ってなると別の意味になりそう。というか俺は腰までしかやったことないんで分かりませんからね。いやいや、むくれられても。ふむーっと不服そうにしているちとっさん、最初のイメージと違って、いや、ある意味イメージ通りなのだけど、かなり自由なタイプの人だと分かってきた。それなら足の方は経験はある？足ならまあやったことはありますけど、肩や背中と違って本当にいいのかという気持ちが湧き上がるけれども、とっさんはパタパタと足を動かしてアピールしてくる。好きに触っていいから、お願いしてるのはこっち。最初は脅したじゃないですか。それだけの誘惑があった。池永くんはテクニシャン、自信を持っていい。微妙に誤解を招きそうな言い方だなと思いつつ、足に手を伸ばす。また変な声を出すと、あえて他人事のように意識しながらふくらはぎあたりを触るとかなりこわばっていた。際どいね。足も疲れてるというか、触ったところ全部疲れてるんですけど、ただ本来の柔らかさというか、スカートから伸びる足を触って本当にいいものかという気持ちが晴れない。困った、それと癖になりそう。手の感じがちょうどいい。いや、それなら普通にマッサージ行きましょうよ、俺みたいな素人じゃなくて。行ったことあるけど、こっちの手の方が感触がいい。
人に毛づくろいを任せてる猫みたいだ、というかそういうものだと思いながら気をつけて足を揉む。あ、そこもうちょっと。あ、そういい。くすぐったくないですか？大丈夫。あ、そこ、ダメ、少し強い。正直なところかなりこっちが恥ずかしい。そういう声を出されると困るんだなぁと実感しつつも止めるタイミングもない。足疲れてるのバイク乗ってるからもあるんですかね。そういうのもあるかも。まあバイク乗ってたらやっぱ太ももの方がなんか結構張りそうなイメージはあるよね。力入ってどっちかというと俺ふくらはぎの方が結構、痛いかもしれんな。肩カチカチになりやすいかも。これは本当にセーフなんだろうか。いや普段と見えてる範囲も変わらないけれど、普段もこんなに見えてることはないだろう。さすがにないだろう。足を触るのは普段はダメだけど同意があるからいいのか。いや同意があればどこでも大丈夫なのか。俺の中で判断がつかなくなっていきながらやめときもなく揉み続けてしまう。上手、気持ちいい。もう少し上の方も。そうするともう太ももというかそこからはさすがにダメじゃないかなと思ったタイミングで、ここまでしたならもう大差ない。割と大差ある気がするんですけどね。疑問が消えないまま太ももに手を伸ばす。指気持ちいい。もう全部任せたい。全身コースはない？ないと思います。残念。脅さずに合法的に合意を取りたい。お金で下級生を買う？生々しい感じになってきてません？そして何度目かになるけどこれ以上はアウトだというところまで手が来てしまっている。さすがにここまでにしておきましょう。とっさん？伸びたまま返事がない。無言の抗議かと思ったのだけどそれも勘違いだった。いつの間にかとっさんが寝息を立てていた。俺は終わった後に安堵して汗を拭う。いやそれはそれとしてこの状況で寝るのか。はあ、もう俺が悪いことしたらどうするんですか。本当にね、蓮くんじゃなかったらというか、まあ、本当に悪い人だったらどうするんですか。当然返事はなく、俺はひとまずアン先輩たちが帰ってくるまで邪魔せず寝かせておくことにしたのだった。とりあえずなんかかぶせてあげてね。